はい、どうもこんにちは、ハルバード共和国です。今回はこちら、スーパー恐竜&コですね、開封していきたいと思います。全16種ということで、たまたまねローソンに行ったらこれがねあったんですよね。はい、まあ、存在はね知ってたんですけれども、ブラインドなんでね、全16種類ブラインドなので、何が出るかわからないということなので、あんまりそういうのはね買わないんですけれども、明らかにこれはね、陳列されているものの中でもでかくて重いということで、でかくて重いとなるともうこのね狙いのティラノなんじゃないかということでね、まあ、レア枠としてはやはりこのスーパービッグのティラノ、暗闇に光る、あとは、金のねステゴサウルス、そして、あとはこちらかな、クリアボディのねトルボサウルスと、まあ、レア枠はねこの感じなのかなと思うんですけど、やはりね個人的狙いはもう一択ですね、ティラノサウルス、もうこれが出てくれれば嬉しいなというふうに思います。はい、デアゴスティーニからね出してるものになりますね。それでは開けていきたいと思います。今ねカットしたらもう尻尾が今にもね飛び出さんとしていますけども、この色は間違いないと思います。開けてみましょう。これはティラノでしょう。出ました、ティラノです。なんかちょっとゴミがついてますけども、いやーこれは嬉しいですね。ブラインドで欲しいものがね当たるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいですね。結構顔もよくできてますね。まあ、目がね大きいんで可愛いですね。なんかでも顔は結構よくできてるかなというふうに思います。で前足もねちっちゃいんですよね。で足もなかなかリアルですね。で尻尾、はい、ということで、いやーいいですね。でこれ結構ね伸びるんですよね、伸びる材質で、中にねなんかビーズみたいなのが入ってますね。いやーいいですね。まあ、暗くするとね光るみたいなんですけれども、ちょっとね日中なんでね、まあ、でもちょっと蛍光っぽいかなと目視ではねそんな感じがします。はい、暗闇にね潜むティラノということで、かっこいいですね。どことなく可愛いのもいいですね。で、ブックレットもね、入ってるということで、はい、こちら、ティラノサウルス、ティーレックス、スーパービッグ、暗闇で光るということで、いやー、当てれてよかったです。バトルメーターがですね、スピード以外は全て満点ということで、はい、もう解説も書いてますね。こんな風に解説が書いております。まあ、自分が子供の頃はね14メートルぐらいっていう感じだったと思うんですけども、まあ、研究が進んでね12メーターぐらいになってるんですかね。はい、今回はねラインナップが書いてますね。まあこれ全部買うとするとね結構な値段になっちゃうんでね、このティラノが当たってよかったです。はい、ということで今回はねスーパー恐竜&コ開封したら一発でねティラノ、狙いのティラノが出たという動画でした。まあ、皆さんもねコンビニですとかね見かけた際には買ってみてはいかがでしょうか。
ということでね、今回は以上になります。チャンネル登録や高評価等よろしくお願いいたします。ではまた。